ツッコミ忘れ。ツッコミ忘れとは、ツッコミを入れるべきタイミングでツッコミ忘れてしまうこと。例文、実家にツッコミ忘れた。今日はツッカミミニマリストやらなきゃな。ツッカミって言った今、噛んだよね。絶対噛んだよね。はぁ、お正月に実家に行ったのにツッコミ入れ忘れてた。ツッコミミニマリストやり忘れてた。あれ、ちょっといい感じ、ルーフバルコニーがビッグサイズ。建てた頃は見晴らし良かった。だけど2年で家建っちゃったね。 Here、 いや、Here とかじゃないから、そんな家爆破しちゃえばいいから。いやいやいや、ダメ、爆破ダメ絶対。まあ住宅団地だから家が建つのはわかるけど、2年は早かったね。もう周りに家が建ちすぎて目が合っちゃったりするから何もできないよね。洗濯物干すぐらいしか。一生ものの家を建てるのって難しいよね。そう考えると、こんなに広いなら部屋の広さをもっともっと広くしてほしかったよ。自分の部屋6畳しかなかったし、妹とつながってたしさ。結構汚の汚いゾーン、バッチリゾーン。犬いるね。木がもくもくいい感じや。月火水木金土日、この木を伸ばしていけばバルコニーでバーベキューできるんじゃない。確かにこの木を伸ばしていけばバーベキューできるかもね。バルコニーで目隠しになって近所の人の目を気にしなくていいかも。いや、そんなにもく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 木伸ばしたらなんか囲まれちゃって、何この家、何このゾーンってなるでしょ。絶対変わり者住んでるじゃん、魔女住んでるじゃんって思われちゃうよ。そんな生い茂ってたらさ。こんにちは、おいしげるです。え、何々しげるさん。いえいえ、よく聞いてください、大石ゲルです。ゲル？上の名前が大石という普通の名前なのに下の名前ゲル？っていうか、いい加減家の中入って、寒いからさ。ママが2個でお出迎え、優雅な正月。春節か。でもママちょっとずるいよね。ふーんって口で音足してるよね。 Here、やっぱりまあまあ足してるよね。 Here、 ふーん。おー、上手。いい。いや、もう2個持たなくてもいけるんじゃないかってくらいだったね。っていうか、ずっと言いたかったけど、そのマットは何なんだ。床に敷く丸いマットだよね。明らかサイズあって変で。 Here、 いや、ふーんでごまかさないで。これはさすがに突っ込んじゃう。モコちゃんも心配そうに見てるぞ。あれ、モコちゃんって去年亡くなっちゃったよ。 Here、 これモコちゃんじゃないから、人形だから。こ、人形っていうか犬形だから。っていうか、圧倒的にマットボロ。そしてこの人形、犬形が目が小さすぎる。はあ、ガミ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 言っちゃったけど、そろそろ手を洗ってご飯食べようか。手を洗う前に、汚すぎ。手を洗う前にやることがあるとは。なんでこの洗面所のとこ黄ばんじゃうんだろうね。これ使い方がどうっていう問題じゃないでしょ。そういう素材のものやめてほしいよね。なんだこの白レンガシート、なんで引いてあるんだろう。これよくわかんないけど、ぎゅー、怖い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 、ごめんなさいごめんなさい、皆さんごめんなさい、変なもの見せて、また見せちゃった、ごめんなさい。ママ、ふーん、じゃダメだったみたい。みんなまだ怒ってる。2年連続でこのさ、洗濯機の上に寿司置かれてるの見てんだけど。だってこっちがあったかくあ、そういうことね。パパ、ママに怒られちゃった。パパ、味方でいてくれるよね。寝てんな、おい。続く。あれ、ちょっといい感じ。ドレスに帽子でいい感じ。ワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ツー、ワン。八つの帽子を重ねて置いてる。 Here、 いや、 Here とかじゃないから。こんなに種類豊富にこうやって重ねてるの初めて見た。同じ種類で重ねるならまだしも。うまく重ねたね。うまく重ねてるのか、これ。ハット、麦わら。ママは海上保安官。
海の安全守ってる。18歳から海の女で貝や海藻取ってるもんね。ヒアいやヒアとかじゃないから、それは完全海女さんだから。そう、正解、よくできましたって。そういう話じゃないから、帽子と全く関係なくなっちゃってるから。海女さんでもなければ海上保安庁に勤めてもないから。そもそもこれ交通安全指導員みたいのやってて、それの時に被ってるらしいけど、本当に被る必要ある？みんな被ってる本当に。2個で答えちゃった。どっちにも取れる返事で。あれ、ロシアの帽子かな。モコモコロコモコ、それハワイだよ。1年前はロシアだけ。そっから重ねてマトリョーシカが here。 そう、マトリョーシカはロシア正解、ロコモコはハワイ正解。そもそもこの帽子はロシアなのかどうなのか。お正月といえばね、お寿司お寿司お寿司だ。お寿司お寿司お寿司に、おせちおせちおせちだ。ねえパパ、今の曲どうだった？今年のレコ大狙おうと思うんだけど。おねむおねむおねむだ、息子が帰ってきてるのに。おねむおねむおねむだ、息子が帰ってきてるのに。実家に帰ってきたら、ばあばともこちゃんに必ずお線香をあげます。ばあばももこちゃんもいないとお正月が静かな感じがするよ。だけどこの部屋ごちゃごちゃどうしたんだい。お掃除って知ってるかい。ばあばももこちゃんも見てるのに物置みたいになっちゃってるから。 here。どうすんの、こんな状態にしてたらお客さんがお線香あげてくれないじゃん。ばあばももこちゃんも見てるよ絶対。見てない？ほら見てるじゃん。こういう人形どうするんだろう、どうするんだろう、どうするんだろう。僕35で妹34。もう楽しめないよこの人形で。てかこの人形で楽しむって何？てかこれ元旦に撮った映像だけど、大掃除ってしたの？ショッピングが止まらない、ショッピングが止まらない、息子はショッキング。わけのわからないことを言ってまた黒歴史を作り出してしまった。同級生見ないで。押し入れの前に段ボールを置き、その前に収納ボックスを置いて、それも空にしている。どういう世界観？あれ、この人どっかで会った。スーパースタバどこだっけ。あ、そうだ、思い出したぞ。取り壊した、家で会ったんだ。 here。片付けたはずなのにいる。歩いてきたのかな。やっぱりいるよね。アコーディオン弾いてるよね。手放しきれなかったものがこの家にまた来ている。あ、そうか、バーバが前の環境みたいな感じで落ち着けるようにね。それでこのアコーディオン弾けるおじいちゃんを連れてきたんだって。絶対違う。私の家がラララララ壊れてゆくよ。手放しきれなかったものたちがここに、先祖代々受け継いで下の世代が手放していく。皆さんもあなたのお孫さんに手放させる気ですか？ぜひ皆さんはどこかで見切りをつけて手放していきましょう。ばあば、僕は元気にやってるよ。必死に頑張ってるよ。ばあばにお別れを告げたあの日、僕が頑張ると誓ったあの日、ばあばに誓ったからこそ僕は今でも頑張ることができている。これからも頑張るから、ずっと見ててね。ばあばみたいにいつか素敵なおばあちゃんになるから。あんたばあちゃんにならないから。なるとしてもじいちゃんだから。上手。今年もよろしく。三回忌。ある人の死後、翌々年の厄日、またその日に行う法事。例文。三回忌あるけど、あの部屋でやるの？どうすんの、こんな状態にしてたらお客さんがお線香あげてくれないじゃん。親戚もお坊さんも来るんだよ。こういう人形どうするんだろう、どうするんだろう、どうするんだろう。お坊さん、
調子狂うよ。本当にこの部屋どうするんだろう。マジでここにみんな集う。ポクチンポクチンできんのかい。ボクチン片付けやっちゃうもんね。 Here いや、ヒアとかじゃないから。そんな言うてたら当日の朝。お神よ、神様、仏様、生阿弥陀仏、お願い陀仏、 Here。 もう当日、一か八かの大勝負に出る。もう行くしかない。三回忌当日の部屋をご覧ください。これは奇跡の大逆転。トリプルコーク4040 here。 坊主が上手に4040 here。 ありがとう、サンキュー、ありがとう、ダブツー here。 どうにかなった。どうにか一応なってる。どうにかなってるけれども、あれ、あいつがまたいるぞ。アコーディオンを弾いてるぞ。あいつはいつでもどこにでもいる。アコーディオンをいつでも弾いてる here。 まさか坊さんとセッション希望。お経かけるアコーディオン here。 親の狙いはそこなのか。いや、ふーんってごまかさないで。いや、この棚はうまく使ったと思うけど、このおじさんは別にどかせたでしょ。普通に和室なのに土足でさ、失礼だと思わないの。もうこういう人形はもうかさばる。ガラスケースかさばる。だからもう布かぶせるしかないよね。これが精一杯。収納にしまったとしても圧倒的な存在感を放ってしまう。これは今後ずっと持ち続けるのか、どうなのか、どうするのか。それはアコーディオンに聞いてみよう。どういうシステム、アコーディオンに聞く。あれ、掛け軸いい感じや。達筆すぎる海原だ。いや、達筆すぎないから別に。これ妹が書いた海原でしょ、どう考えても。妹だってこんな掛け軸にされると思ってさ、やってないからさ。今まで見た掛け軸の中で一番しょぼいよ。てかこれ掛け軸。海よ、俺の海よ。部屋でした。てか和室にも海原かけてあって、リビングにも海原がかけてある。二部屋に海原かけてある家ってある。エレクトーンの鍵盤の上に鍵盤のタオル。鍵盤を鍵盤、鍵盤を鍵盤。部屋を片付けてくれてありがとう。おばあちゃんの昔話もできて、いい三回忌になったね。一つだけ惜しかったのは、11時になった時お経を読んでいたのに、時計からドリカムのメロディーが流れた時は焦ったね。お経とドリカムのコラボ、夢叶ったね。お経をみんなで読んでいた時、あまりの長さ、あまりの速さに息継ぎをするタイミングもなく、密閉された部屋で煙がもくもく、本当に死の危険を感じたね。お経とドリカム、夢叶ったね。この部屋がこの状態に保たれますように、なぜかおばあちゃんに願ってしまいました。これがいつかの動画の前振りにならないようにしてほしいです。ばあばあ、きっと大丈夫だよね。おばあちゃんのお墓参りにも行きました。おばあちゃんが長年住んでいた家も取り壊して亡くなってしまったけど、実はおばあちゃんのお墓は家のすぐ裏のお寺にあるんです。やっぱり長年住んだとこがいいもんね。三回忌まではお墓参りする機会も多いけど、これからは自分一人でも期間が空きすぎないように来るからね。いい報告がたくさんできるように頑張るからね。ってお坊さんにバレてる。胸に押し当てて取ってないですみたいにしてたのに。感謝の心はいつ何時でも忘れてはいけない。それは大事なことって見てる。まだ